トレンチブーツを着用した兵士トレンチブーツ、またはパーシングブーツは第一次世界大戦中に開発されたコンバットブーツである。残酷のぬかるみの中を歩くことを想定したもので、イギリス、アメリカ、フランス、ベルギーの兵士によって使用された。原型となった1917年式、トレンチブーツはアメリカで開発され、大戦初期にはフランスやベルギーにも販売された。 アメリカ軍においては従来使用されていたラセット式軍火を更新した。ヒールはやや高く、靴底には鉄病が5列打ち込まれている。ヒールの底には鉄板が固定されていた。従来の軍火よりは優れていたものの防水性を欠いており、いわゆる残豪足を避けることはできなかった。1918年1月、アメリカ陸軍受品科幹部と、 アメリカ遠征軍司令部将校団が会談し、軍下の改良に関する協議が行われた。遠征軍司令官、ジョン・パーシング将軍はここでの提案を承認し、陸軍省へ打電した。その後まもなくして1918年式、トレンチブーツあるいはパーシングブーツとして知られる、新型長靴の支給が始まった。1917年式と比べると、重い革が使われ、 防水性が高められていた。また、靴底は、やや厚く、その他にも細部に改良が加えられていた。従来の長靴よりも大きかったため、兵士たちからは、小さな戦車とも呼ばれた。ありがとうございます。